も集まるんですけど、ただもうずっと平日なんで、でも2人で結婚を1人ずつ受けてもらういうことになってるんで、もうそれで。Yeah!
低い打球、あれ。
Go!
と2点。はい、赤身伸びてくんだね。
はい、
Thank you.
Yeah.
とか練習したりしますか？どんな練習ですか？もうちょっと練習なんか、成長してんのよ。成長はしてたけど、13、14、15で成長してたけど、野球は16試合やったから、うんうん、練習はしてた。成長って先生が来ないけど、ちょっといいですね。昨日はね、甲子園に行ってきて、日本公演と、試合させてもらったのに、もう一つなんかその一緒に練習とか難しいですけど、いや、それはいいんちゃう。練習しながら、ちょっとこう、お互い刺激になりますよ、ね、うん、自分の球がどんなんかっていうのが分からへんみたいな。守ってる守備の広さとか、守備に入ったら、まあ、ああやこうやと、お互い、なんか、総さんの監督もいっぱいいたんですけど、これ、後半戦、一緒に練習ちょっとでもしてもらう、1時間でもいいから、ああそんなのは、まあ、もうできるからね、試合にね、そう、形式のバッティングとかね、ランナー想定して、セカンドに置いてとかね。あとバンドあかんねえからバンド1、3塁を動かすとか、うん、なんかね、やりたいことあるやろうって。2試合目がね、とてつもない試合なんだ。すごい歌歌やし、また今回、ちょっと、本当に共演しに行ったら、今、12人3人ですよね。11やん。もう実質、11なんですよ。体の悪いこと、うん、あと糖尿病で練習に来ないってこと。もう中学校の時に3年間の教科しかなくて、で来てもちょっと立ってるだけなんです、うん、だからその子は無理だな。それが集めてもらったら、今日の夕方には31分行け
明日朝早いの難しいですね。社交性いけよ。やっておきますけど、自分の方に行きますから、そのために。そういうところは、嫌じゃないですか。もし、鍵を預かされると思って、で、それを、まあ、家でも構いませんし、それから、ケースまで3分。Yeah!
らしいですよね。テンポ回しても何も切られてる。ここの違いで、ここの違いで入れていって、入荷してからで。スタート、スタート。一緒だ。だからカバーにだ。そんなん全然、どっちみち、あれやった。同じ。今日も使えたら僕のこと言う。